うまくなってんじゃん。あのさ、来ると思ってなかった。なんで？いや、気まずいかなって。気まずいんだ。元カノだもんね。あれ、みんなは？お茶してるんじゃない？元カレか。JR スキースキー。元気そうだね。何？彼女できた？え？意外とモテるもんね。いや、モテないよ。モテてる。なんだよそれ。で、そっちは？あ、みんないる。気になる？JR スキースキー。また好きになってんだけど。え？俺？そう、俺。なんで？なんで？JR スキースキー。もうあっという間の2日間だったんですけれども、1年の最後の12月にこうして、大切な思い出ができて本当に嬉しく思います。スキー場での撮影は、映像では初めてだったので、ふわふわの雪に囲まれての撮影はとても楽しかったですし、リフトに乗って実際にこう演技をするのも初めてだったので、すごく初めて尽くしの経験でした。スキー場での思い出は、私スノーボードが初めてだったんですけど、こうスキーは以前父と一緒にやったことがあって、本当に小さい時の思い出だったので、スキー場に来るとすごくワクワクした気持ちになっていたのを今でも覚えています。特訓も本当合計というか、こう滑ったのも3回練習させていただいただけだったので、本番できるかなってすごくドキドキしたんですけれども、本当にスノボーが楽しくって、もっともっと練習して上手くなりたいなって思いました。ずっと人生の目標であった JR スキースキーの CM を撮れたっていうこと自体が、私にとってすごくこう財産になったというか、一番の大きな思い出になりました。こうやって雪に囲まれての撮影も初めてだったので、なんかこういろんな経験ができたといいますか、こうやってモコモコしたスキーウェアでの撮影で、ちょっとこう可愛らしさも出せたりとか、なんかこう白い雪に囲まれたなんか幻想的な空間での、また新たなこう自分の芝居っていうものに、なんか初めて自分でも気づきや発見があったので、すごくいろんなものを吸収させていただきました。皆さんこんにちは。今年の JR スキースキーキャンペーンヒロインの桜田ひよりです。私は撮影で今まで経験のなかったスノーボードに今回初挑戦しました。バランスを取るのがすごく難しくて何度も転んでしまったのですが、久しぶりのスキー場はとても楽しかったです。皆さんもぜひ新幹線でスキー場に行って楽しんでください。雪よ押してくれ。以上、桜田ひよりでした。ではこれにて2日間撮影全終了になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。で、12月19日が桜田さんのちょっと変ですけどお誕生日なんですね。ということで、ハッピーバースデートゥーユー。
ひよちゃん、ありがとうございます。ハッピーバースデー、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。21歳にもなるということで、20歳でいろんな出会い経験をさせていただいたので、21歳はそれをこう自分の力に変えて、また皆さんとお会いできるようにしてまいります。本当にありがとうございます。えい、ありがとうございます。